皆さんこんにちは。今日は飯テロをしますさせていただきますぞ。今夜のご飯はこちら、クリップと思いきや、今日はクリップは食べません。今日はこちらです。ケンタッキーフライドチキンチッツァってやつですね。ケンタッキーの公式アカウントが言ってましたね。やばいのが来た、やばいよやばいよチェーンと言ってましたね。見てください、これチキンかけるピザ、つまりチキンが攻めでピザが受けです。ということで早速オープンしますか。きっとすごいことになってるに違いない。開かないんで今日はここまでにしたいと思います。果たして次回ガーラさんはチッツァの箱を開けることができるか。それではまた次回お会いしましょう。でここで一旦カットを挟み、はい、皆さんお久しぶりです。それではチッツァ2日目収録していきたいと思います。今日は開けられかな、開けられた、お、本日中にお召し上がりください、かしこまり。ということできっと伝わらないな。うん、まあこんな感じですよ。鶏の胸肉の上にピザ的なやつが乗っかっていると。なんだい、なんかうちのハムスターがシャカ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 ってすげー暴れてる。なにご飯食べたでしょ、さっき食べたでしょ。なにほら、俺を食うな、俺の指を噛むな。それでは早速チッツァの方食べていきたいと思います。どんな感じになってんだろう。多少切れてるんだろうけど、もしや切れてない、固まっちゃった、ケンタッキーからうちに運ぶまでの間に固まっちゃった。これナイフあった方がいいかな。多分ね、手でやるとピザみたいにペリペリって切れるんだろうけど、フォークを使ったもんだから、じゃあこのね、たっぷりと具材の乗ったあたり、すげえこぼしそう、口に運ぶまでに。それではいただきたいと思います。おいしい、なんだこれすごいぞ、とろける、あ、ピスタチオとマンゴーが口の中でバーリトゥードしてる、おいしい、すごい。よし食べよう。ちょっと待って、本当にちょっとお皿持ってきます。小皿を持ってくる。差しっぱなし良くないよし、だってこぼしそうなんだもん。でこれ乗せて食う。普通の YouTuber の人はね、これ自分の顔を見せながら食うんだろうけど、めんどくさいんでしません。うん、これちゃんとした YouTuber とかリアクション芸人の人はおいしいって言うんだろうけど、美味しいですよ素の自分、ありのままの自分を見せていく。さすがケンタッキーだってところは、胸肉でも全然パサパサしない。うん、うん、美味しい。いや、美味しいですよ。ちょっとハムスターがうるさいんで餌をあげた。どうした先生、なんかすごいシャカシャカして。さっき食ったろ。ちなみにハムスターにこれをあげてるわけじゃないのでご安心ください。ハムスターにこんなのあげちゃダメだよ。で、なんだろう、まあ、ピザで普通にトマトソースがあり、これはなんだ、ハムか。でコーンとチーズと、あと何か入ってるかな、多分アレルギー表示欄とかそこら辺見たら何が入ってるか書いてあるんじゃないか。よし、それでは2切れ目。うん、もぐもぐ。チキンはやっぱケンタッキーの味だな。まあ、先に結論言うと普通のチキン食った方がいいよ。うん、まあ褒める点を挙げるとすれば、思ったほどギトギトしてない。そん
なね、フライドチキンの上にピザなんてとんでもないことになってんじゃないかって思うけど、まあ印象はとんでもないけど、割とうん、みんなのお話通りサクッと食えるね。まあサクッと食えるからこそ危ないんだろうな、食いすぎたら。ただピザの味が濃いからそんなに何回も食おうって気にならないな。ということで結論は普通のチキンがうまい。まあ当たり前だよな、ケンタッキーなんだろう、なんとか醤油味とかなんとか辛い味とかさ、期間限定で出したりするけども、悪かないけどノーマルのチキンがうますぎて他のメニューがいいとはどうしてもね、そこと比べるとやっぱり普通が一番であるな。ということでケンタッキーはオリジナルチキンがうまいという結論でした。また次回、いや次回ないか。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。